皆さんこんにちは。ミケです。サビです。今日はアンジュルムの春ツアーの登録発表の日です。早速確認していきましょう。シークレットシークレット、うん、確認いきます。せーの、当選やったー。どこの会場？フォレストホールです。安定に当たりました。イエーイ、やったね。地方公演で当たらないことは名古屋ではないと思います。2公演とか応募してたらどっちか落ちるとかありそうだけどね。1公演なら外れるはなさそう。もともと行く予定はなかったんですけど、チーム B のコンサートを見て行きたいってなりましたんで、うん、ちょっとどんなもんか見てきてあげようかなとどんな感じかなと楽しみにしてますけども、ケロに会いたいっていう一心でそう、そんな感じです。たけちゃん卒業してからはアンジュルムのツアーには行ったことがなかったんで楽しみです。りかこちゃんも最後ですし。そうや、どんな感じなんやろうな、うん、ツアーさ、タイトルシークレットシークレットやったらさ、ちょ全然わからんやん。でもタイトルから予想するのどの公演もむずくない？なんか前さ予想できそうじゃなかった？何？なんか前々回ぐらい。まあそう思ったら予想できひんか全然、うん、何にも。難しいよね、タイトルから予想するのって。どのグループも分かんない、うん、で今回はグッズもリニューアルされると思うんで新しく買おうと思ってますけども、まあ一つはあのペンライトの先につけれる、うん、A で羽生えてるやつ、ペンライトドップね。そう、なんか今回はグッズを買いたいなと思ってます。アクスタとかね、うん、持ってないもんね。そう、ケログッズを、うん、揃えていく行こうと思ってますっていう感じです。皆さんの結果はどうでしたか？よければコメントにまた書いていってください。またチケット届いたら席の報告動画も出します。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。